皆さんこんにちは、エリカです。今日は天気がいいのでサウスポートに来たついでにちょっと歩こうと思います。ブロードウォーターパークに来ました。ここで使う電気は大きなソーラーパネルで賄っています。ゴールドコーストの強い日差しを有効利用していますね。今はスクールホリデーなのでみんなが集まってきています。あの白い建物はイベントがあるときにステージになります。でも今はコロナの影響でホリデーでも何のイベントもありません。この公園にはいろいろな施設があります。ここにはビーチバレーのコートがありますね。まだ春になったばかりだというのに今日は暑いのでもう泳いだり水遊びをしています。あれ、飛び込むのかな。あ、飛び込んだ。この子も飛び込むのかな。あ、この子は後ろ向き爆宙飛び込みしました。ビーチバレーを始めた人もいます。バレーをするというよりはお話ししてるみたいですけど、小さな子供が水遊びをしていますが、ここは本当はヨットハーバーです。ヨットって見ているととっても優雅な感じがしますね。でも何度か乗せてもらったことはあるのですが、私は毎回船酔いしてしまいました。柵の上を平気で越えたり柵の上に立っていますが、怖くないんでしょうか。みんなここで飛び込みをして遊んでいますが、実はここはフェリー乗り場です。何でもありですね。どんどん飛び込んでいます。ずいぶん前に5メートルの飛び込み台に立ったことがありますが、怖くて飛び込みませんでした。ここはシーワールドが近いので観光客用にジェットスキーのアトラクションがあります。スピードを楽しむ一人乗り、二人乗りになるとモーターボートみたいです。ゆったりと波に乗って気持ちよさそうです。ここはサウスポートのビジネスの中心から歩いてほんの数分のところです。真ん中の2つ並んでいるビルのあたりがこの間行ったチャイナタウンです。ここはロックプールです。今はコロナで入場制限があり、入り口で住所、氏名、連絡先を記入しなければ入れません。噴水とか水の流れを眺められて気持ちがよくて、ぼんやり座っていても飽きないので時々来ます。噴水は子供たちにとっても人気がありますね。子供たちが無邪気に遊ぶ姿はとっても微笑ましいです。元気に走り回っている子供を見ているとパワーももらえそうです。スクールホリデーになるとみんなおじいちゃんおばあちゃんの家を訪ねます。子供たちはエネルギーが有り余っているので、相手をするおばあちゃんたちはヘトヘトになっているみたいです。こういう場所に連れてくると安全だし勝手に遊んでくれるので、疲れるまで自由にさせてる人が多いみたいです。だからここはおじいちゃんおばあちゃんにとってもオアシスでしょうね。あんまり気持ちよさそうなのでちょっと歩いてみます。ひんやりして気持ちいい。大きな髪、オットセイの方が小さい。
当に川を歩いているみたいで、童心に帰ります。バランスを崩さないように気をつけないと。小さな子なら何人このカニの上に乗れるんでしょう。子供たちは想像力豊かに何かストーリーを作るのかもしれないですね。スクールホリデーの期間はショッピングセンターでもいろんな催しをしていたのですが、今は何もないみたいです。そういえば2ドル入れて1分ぐらい動く乗り物に孫を乗せているおじいちゃんとかおばあちゃんをよく見かけました。ほっと一息つきたいのでしょうね。でも今はコロナで全部使用禁止です。暑い日には木陰の散歩が気持ちいいです。ここを通り抜けてずっと行くと、向こうの方には有料のアクアパークや子供用の珍しい遊具が置いてある一角があります。ウェットンワイルドというテーマパークは大人向けのアトラクションが多くて、小さな子供が遊べるところは浮き輪に乗ってぷかぷか浮くとか、噴水や滝のある小さな滑り台ぐらいしかありません。だからここは小さなお子さんのいる家族には無料で一日遊べるいいところだと思います。そろそろお昼なのでご飯を食べに行きます。時々来る和牛を扱うお店です。今日は個室に案内されました。このタブレットのメニューはオーストラリアでも最近使うところが出てきました。これは日本に帰った時にすでに使ったことがあるのでちゃんとオーダーできます。暑い中歩いたのでやっぱり生ビールも頼んじゃいます。オーダー、和牛バーベキュー定食が来ました。いただきます。いかがでしたか？コメント、チャンネル登録お願いします。